福田明夫をこよなく愛している皆さん、こんばんは。今日は桜市の副市長まで来て一生懸命応援をしております。来年の皆様には大変お忙しい中、花を添えていただきまして心から感謝を申し上げます。私は西方加納の選対後援委員会、今回の選対委員長の小川清正でございます。私は今から平成7年に加納市の田中正造になって飲み水を守る、この思いで5回選挙に当選させてもらい、今日に至っております。今から5年前、7年前、平成15年でありますけれども、2月にこの肉総合全体が後援委員会ができまして、私は開会の言葉で口が曲がってたんでありますが、その時に福田昭和を栃木県の明治の田中正造、平成の田中正造になり、こう激励をして国会に送りました。そして7年の歳月が過ぎるわけでありますが、ここに来てまさに今回の選挙に皆さんも19人の立候補が栃木県から国会議員として今名前を挙げております。今一番栃木県の問題は何だ。これは3月11日で3月13日の朝8時17分爆発をしたあの世襲が散らばって、栃木県と福島県が47都道府県の中で一番被害を被っている県なのかかわらず、今回の選挙においてはですね、19人の中であの矢板の山に中間の最終処分場を捨てるなんてことに対して一言も立候補者がそのことはまずいという国会議員がいない。栃木県を守れないような国会議員が取り去ったって守れない。これが私の責任であります。そういう中で山手に立ってこの福田明夫を言っちゃえよ。現地の福島のあの東電敷地に市民の地域の市民の理解をいただきながら、やはりあまり拡散をしないで人族に集めるのが国の発展のもとだ、こう言い切ったわけであります。福島の知事や栃木県の知事も何が飛び込み知ったようでありますが、いずれにしても今福島の一番近いあの町の皆さんは早く国の方で判断をしてくれ、我々はここには住めるというわけにはいかない、お仕事も何でもしていただければ生活再建をしながら住みたいといろいろ言って今進んでおります。まさに今回の選挙はあそこに置いたらば、今現在でも栃木県の狙いやいちごやあるいは米にしてもあらゆる農産物が二重の間の子で風洋の被害で舞い込みでも二流にされているのは事実であります。これをあそこに置けばもう栃木県のあらゆる産業は全国47都道府県の中でただただ発展のしない県になっちゃうのは明確であります。ある土建屋があそこに作れば国から予算もいっぱいもらえて俺らの仕事ができるなんていうようなことを言ってるバカな結果やこう建設屋がいるようであります。自分のことしか考えない。我々は今この世代次の世代になるべく関係を壊さないで受け継いだものを渡す義務があります。そういう中で今回一番心配な大事なことは農家の皆さんの票が栃木県をどうするかであります。特に肉この桜市を流れる内川と荒川の水は源流はその地にあるんであります。あれから宇治の町もそして高根沢の町も敷いては芳賀町から真岡から二宮へといって鬼怒川に注ぐ川なんであります。この地の農産物や絞った牛乳やあらゆる一次産品の食に対する
まずは福田昭夫、栃木県の平定の田中将軍になって天皇陛下に直訴するくらいの思いで頑張らせたいと思いますので、何よりも栃木県の国会議員の中では福田昭夫を国政に送っていただくことをお願いを申し上げ、私も自分の選挙を5回やりましたけれども、自分の選挙以上に頑張りたいと思いますので、皆さんもそれでご支援いただき挨拶をいたします。どうぞよろしく、最後までお願いを申し上げます。